映画貴族の映画語ってみた。ナイツのメンバーどうですか？なんかいっぱい出てます。ヤホーで調べてる人。ヤホーで調べてます。どうでした？ナイツという暴走族にね所属して。なんかいかつい方いっぱいいましたね。この方って結構出てらっしゃいます。よく見ますよね。本当ですか？落合元樹さんですか？はい、かっこいいなと僕思いました。すごい。うん、いや落合元樹さん多分来ますよこれから。ね、よかった、演技もよかったしね。もう登坂さんといい勝負するぐらいかっこいいなと思いました、ね。あと鈴木亮平さんもよかったよ、何気に徹のなんていうの、威厳じゃないけどちょっと凄みみたいなのがあって、でも最後はバスで席を妊婦さんに譲るっていう優しさ。この落差すごい、そのシーンあったね。しかもうちももうすぐなんですよ、うん、っていう。なんかすごいパパの目をしてた。そう、あもうこの人いいパパだなっていう感じがしてよかったね。なんで捕まったんですか？あのやっぱリーダーやってたじゃないですか、うん、であのリーダーの一斉取締りかなんかがあって、それで捕まっちゃったっていう感じでしたね。あだってノーヘルとかで走っちゃってるから ね、ノーヘル、うん、ヘルメットかぶってなかったり、あーダメなんですか、うん、それを指揮したみたいな罪なんじゃない？あとでもまあ証拠不十分でなんか釈放みたいなね、うん、出てきて、そうで、ひろこさんと抱き合ってるあのシーン僕何気に好きなんですよ。あのカバンドラマありますね。カバン持ってきてさ、カバンダッと落としてさ、こう抱き合うっていう、いいな。僕は女の子だったら抱かれたい、うん、私だけ抱き合えない気がする。身長差的な。あ、そっか、そこか。そこね。いつでしたっけ？139。ありがとうございます。毎回言ってるな。いやでもそれぞれの動画しか見ない人もしかして。あ、そっか。熊田さんです。でも売りなんでしょ、熊田さんのその売りです。売りですよね。はい、売りです。売りなの？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 加藤さん売りなんですか？売りらしいです。あ、売りらしいです。はい、売りです。大きくうなずきましたね。じゃあもうあれですね、下手に伸ばせないですね。なんか伸びたら契約切るって言ってた。あ、すごいな、すごいな。伸びてます、ね、伸びてないです。伸びてない。でも最近よく縮んだって言われる。逆にね、良くなってるね。じゃあ、うん、商品価値が上がっている。やったじゃん。やったね。やった。え、でもだってさ、アイドルの中で一番ちっちゃいとかそういう。あ、すごい。あ、でも小学生の子とかいる。あ、そっか、小学生か。さすがに小学生には負けるかな。それはね。でも小学生を抜いたら多分一番ちっちゃい。うん、そこをプッシュしていったらいい。合法です。なんかうまいキャッチコピー欲しいですね。なんか日本で一番ちっちゃいアイドルじゃないですか、うん、でもそれだと小学生に負けちゃうでしょ。語弊を招く。何かね、日本で一番ちっちゃい18歳以上のアイドル。あ、やっぱそうなんだ、ね、長くないですか？長いな。長いな。日本で一番悪いアイドルやってます。はい。まあでもクソガキプリンセスってのはそういうことですね。はい、うん、アイドルなのにクソガキっていう。アイドルなのにクソガキ、うん、でもすごい礼儀正しいですよね。全然いや、営業妨害です。やめてください。びっくりした。あ、営業妨害なのここ。そっかそっか。いやもうだいぶ映画の話それましたけど。いや、まあ全然いいですけど。うん、なんかでもあれですよね、はい、この春山のおかげで、うん、お母さんの本当の気持ちを知れて、うんうん、なんか良かったなって思って、うん、そうそうそう、よ。おめでとう、かず。で最後ね、私もお母さんになりたいなみたいなね、言ってましたね、うん、多分お母さんの気持ちを知れなかったらそういう気持ちとかも、うん、なんか湧かないんじゃないかなって思います。うん、そうだから、あの木村さんがあの和樹をね、おんぶしする あそこもすごい良かったよね。こうボロボロになりながら和樹がね、うん、和樹がもう助けてねってね、でもお母さんわーって言いながらね、よかったよね。木村さんだから、でも実際にあれ能年さん担いでるじゃないですか、うん、女の人が女の人担ぐの大変だよなって思いながら、なんかその感じがスクリーンから結構伝わってきて、なんかあそこ良かったよね、うん、あとでもなんかちょっと面白かったのが、はい、そのお母さんの恋人の鈴木さんいるじゃないですか、はい、鈴木さんと和樹が初対面するシーン、家のあのリビングの椅子に座ってるんですけど、あの椅子がさ、うん、すごい長くてさ、うん、2人が途中に浮かんでる、向き合ってるように見えてさ、これ面白いと思って、なんでカメラマンさん下切らなかったんだろうってちょっと思っちゃった。
僕気になったのは、カズキのこの家がひたすらおしゃれだなっていう。確かに、あのこれって多分80年代を舞台にしてるじゃないですか、うん、あんまその感じがないんですよ。古臭さがないなかった。そう、うん、制服かわいいですよね、うん、長いけどね、スカートが長い、いや長かった、ね、それがまあ80年代なんでしょう。まあそうなんでしょうね。なんかあの体育のシーンとか、うんうんうん、ジャージの着方がやっぱ80年代。そうなの。ズボンちゃんと履いていらっしゃる。へえ、みんな腰パンとかしてる。なるほどね。男女関係なく腰パンをしちゃうから、ね、しかも長いのを履いてるから、うんうん、ああなるほど ね、 ね。これもやっぱ我々には分かんないよね、服とか全然興味ないもんね。なんかうちの学校は、はい、冬でもみんな短い方のズボン履いてて、長いの履いたらダサいみたいな風潮だったんで、風潮ね、暗黙のね、七分丈みたいなのを履いてるってこと。このくらいの膝が出るか出ないかの腰パンで履くみたいな、で長い靴下だったらクソダサいみたいな。なるほど。ね、女子は本当おしゃれに命かけますよね。女子はかけないんですけど。本当にあの夏にミニスカートの、あ違う冬か、冬にミニスカートの人とか見るとすごいなって。あれで生足とかだと本当にすごいなと思う、うん。だって女子ブルマだったんじゃない？ブルマ。この時代？この時代？うん、この時代っていうか最近でしょ、なハーフパンツとかさ七分丈の。あ、まあ、確かにハーフパンツはそうみたいな。ブルマ。年齢がバレ始めました。お前いつの時代なんだ。18歳じゃない。18歳です。18歳です。もう映画の中にね、携帯電話が出てこないっていうのが久々に見た気がして。公衆電話とか。そうそうそう、公衆電話なんですよ。だからさ、あのライバルのさ、あの爆投のやつが電話かけてくるけど、こいつ多分公衆電話から小銭を入れながらこう、ね、多分頭悪いからメモした電話番号を見ながら押してきて、春山とか言ってんだろうなって思って、なんかそれはそれで可愛いな。でもなんかわざわざなんか喧嘩相手のためにその10円を入れるって良心的だなって感じで、ね、10円って大事ですよ。大事大事。絶対こいつはテレフォンカード持ってないからね。だからあの暴走族は多分ね、決まり の、 その喫茶店みたいなのが存在するんですか。あったね、なんかうちらの縄張りの喫茶店もここ全員が集まってるみたいなのが存在するんですよ。なぜなら携帯電話がないから。あで喫茶店は絶対あの電話が備え付けなんですよ。だからそこに かけてこいと。映画の中でもあったよね、うん、あの聞いたかよ、トールさんが引退するらしいぜみたいな。そうそう、あったね、あったね。窓ガラスのところにガーッとバイクで来てさ、ドン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 つって。あれ面白かったな。マジかと思います。今の時代これないなって。ない。 LINE でやっちゃうもんね。 LINE でやっちゃいます。トールさん引退するってよ。Twitter とかマジでつって。ウケるみたいな。リツイート、とりあえずリツイート、とりあえずリツイート。いいね、いいね、押しちゃうみたいな。いいね、いいね。新しいな。いやでも今そうなんでしょうね、多分絶対 LINE やってるんだろうな、今の僕。LINE やってる。簡単にできますもんね、喧嘩するしな、いいね。でも最近ニュースになりましたかね、 LINE で喧嘩の、はい、なんか押して約束をして、なんか学校で喧嘩をしてみたいな。ああ、決闘ね、うん、ここでやるぞっつって、はいはい、LINE で決闘罪みたいな、なんかね、若い子がやってましたね。ああいうのね、そうですよね。そっか、そうだな。そういう意味で、その、はい、やっぱ我々の知らない世界じゃないですか、うん、この暴走族の世界って、うん、なんかそういうのちょっと垣間見えた感じがして、そういうところも面白かったな。確かに、なんか悪い人だけじゃないんだなって。そうそう、あの春山がさ、最初切り込み隊長みたいなのをやってるっていう、うん、あの交差点に一番最初に入って他の車を止めるっていう、あ、なるほど、そういう役職があるのかっていう。確かに、ね、面白かったよね。ただ集まってるだけじゃないんですね、うん、しかも結構命かけてさ、他の仲間のために切り込むわけだ、うん、あれなんかかっこいいな。そう、なんかね、あの男から見てても春山がちょっとかっこよく見えるんですよ。おバカなとこもあるけどね。うん、そう、なんでお前はこの日に限って風邪をひくんだみたいな。確かに。もうちょっとそこ体調管理しとこうよみたいな。経
決闘行けない理由は風でしたね。そうそう、でも春山らしいなとは思う。なんかちょっと天然かっこいい、それがかっこいい、母性本能がくすぐるのかなと、あんなに強いやつでも風邪ひいちゃうんだっていうかっこよさ。そこ？そこ？それは特に。でもさ、突き詰めると最後トラックにはねられたの風が引いたせいっていう。そう、確かに風でぼーっとしてたからトラックに引かれちゃったんでしょ。皆さん、風に乗ったときはバイク乗らないようにしましょうね。気をつけましょう。チャンネル登録してね。